ね、セブ島3日目の朝です。あれそうだよね、3日目、朝ね、早い時間すっごい雨降ってたんだけど、8時ぐらいには止んで、めっちゃいい天気。今から朝食取りに行きます。声ガラガラ、綺麗来ました。なんか今日来るのすごい遅かったなんか、ね、ベジタリアンあるって聞いたらあるよって言って、こうソーセージ部分をなんか野菜炒めみたいのにしてくれた、まあ、卵は食べないからいらないんだけどこれがこっちが ココナッツのジャムで、こっちがジャックフルーツのジャムでバター、どっちもあんま美味しくないですこれヨッシーさんすっぴんだからあんま映さないようにしようじゃあこれから食べます。スズメすごい青くなっちゃった。スズメがテーブルにたくさん。港で人が何かしてるんだけど、何してんの？船がいっぱい、カラフルで可愛い。遊んでんのかな？ね、漁してるのかな？だけなのかも。日曜日だし、子供たち。あ、さっきのあの漁の人たち帰ってきた。漁の人。ここが壁があるんだけど、こっから乗り越えられないようにすごいガラスとかで飾られてるっていうか、あの怖い、かなりここ登ったら大変なことになるよ。でもこれからヨッシーさんが登るらしいです早くくさってホテルの反対側っていうか敷地から出てビーチみたいのが見えたからこっち側来てみた。下桟橋がありました。ここから多分ホテル、ここ渡ってあっち側がホテルだから行ける、繋がってるんだと思う。ウニいっぱい落としそう止まっちゃった。動かなくなっちゃった。これカニ、おいて。なんか桟橋が崩壊してて行けないことになりました。結構深いし、 ここにウニの集団がいるから危険な感じです戻る。これカムアリ、なんか結構デカめ。あー、いっぱいいる。うん、たくさん。カヤックやってる人います。ここのホテルで無料で貸してくれるみたいで、今ちょっと潮が引いてて浅いので、もうちょっと深くなったら行こうかなと思います。借りて気持ちよさそう。
うん、こってりして、この匂いも伝えたいです。うんうん、おいしい。もう一回で。あの今からヨッシーさんがグヤバの食べます。私なんです。グヤバのっていうフィリピンのなんか特有の果物らしいです。はい。はい。グヤバのどうぞ。いただきます。箸。箸。いただきます。え、こっから？じゃあ、出てみます。ヨッシーさん初の食レポがグヤバのっていうハードル高いな。髪の毛あのカーラーついてわざとでサングラスかけようかな。うん、そうだね。こっちから撮ろう。グヤバのいただきます。まずこうどっから行ったらいいのかなって。やっぱ上、こっちが上、こっちが下かな。あ、うん、細い方上だと思う。あ、柔らかそう。ジューシーな感じ。あ、なんかちょっとライチとかって感じなのかな。繊維が多いね。あ、そうなんだ。繊維が多いですね。あ、なんかうまく切れないっていうか箸。いただきます。うん、結構爽やかな、美味しそうな匂い。うん、あ、食レポうまいですね。うん。あ、グレープフルーツっぽい。え、グレープフルーツ？え？そう、グレープフルーツのあの皮のとこ。なんか中の薄皮のところ。食べるとこじゃない。あ、薄皮ね。そう、あの皮。食べないとこ。ちょっとくっついてきちゃった皮を一緒に食べちゃった時みたいな感じの。うん。美味しいの？まずいの？美味しい。あ、美味しいんだ。あのね、酸味が強いでも、酸っぱい。ほんとグレープフルーツみたい。ヨッシーさんのグヤバド初体験でした。美味しい。うん。グレープフルーツっぽいんだ。私の感想。ほんと切りにくい。あ、全然取れない。え、何これ。繊維がくっつくでしょ。ああ。酸っぱい。酸っぱい。うん。うんうん。確かにグレープフルーツのあれ。わかるでしょ。うん。あ、美味しいかも、でも。うん。あ、始まった、ちゃんと。ちゃんと始まった。やっサボり中。さっき、サボり中。さっきの撮れてなかった、全然。イエーイ。こぐよー。こいで。こぐよー。あ、ちょっとここ深いね。ちょっとだけ、うん。こっから本気。こっから本気。気持ちいい。こいで、こいで。左、ね。はい、右。最高、天気。暑いね。暑い。頑張れ頑張れ。私もこぎます。私も漕ぎます。